日本の政治家、元岡山県備前市長、日清町議会議員、日清町長、備前市議会議員などを歴任した、岡山県分県福、河村出身、日清町立福川小学校、日清町立福、川中学校卒業、1963年3月、兵庫県立愛よい産業高等学校卒業、同年4月、 サムスンベルト株式会社に就職。石綿業の会社を経て、1965年1月に、株式会社森下製毛所に転職。1975年4月、日清町議会議員に初当選。1980年3月、日本少林寺武道専門学校卒業。1984年、同社を退職。町議3期目の1986年10月。 日清町長に初当選。1998年まで町長を3期務める。2000年12月、株式会社アイコタウンビゼンを設立し、代表取締役に就任。2003年4月、日清町議に再び就任。2005年3月22日、日清町は、ビゼン市、吉永町と合併し、新、ビゼン市が誕生する。在任特例で、 備前市議会議員となる。2016年12月8日、次期微前市長選挙に出馬する意向を表明。2017年4月9日に行われた備前市長選において、現職の吉村武史、元市議の沖田守らとの激戦を制止初当選を果たした。4月24日、市長に就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数。 3万493人、最終投票率 61.、61.07%2021 年4月11日に、行われた備前市長選で再選を目指し、立候補するも、前回下した吉村に敗れた。当日有権者数、2万8627人、最終投票率 59.、59.96%。ありがとうございます。